さあまずは6艇が並んで出揃ってまいりました。1週間シリーズの初日の競争、レースは終盤戦のカードで第11レース、予選特別 A 戦のカードで得点増しレース、1、2、3で4、5、6で出揃っています。5号艇の高畑式、地元連続優出中の今日前半戦では2着発進でした。ここも注目。6コースは6号艇で森行、インコース1号艇ゆっくりと2、3、まだボートを流していまして、ダッシュデーが4、5、6、動きはなく枠なりで3対3のスタート展示通りで進入体系が固まっていまして、さあダッシュの3艇から功績上がってまいりました。第11レース、1番2番3番4番5番6番枠なり3対3、2秒1秒、今スタートしていきました。さあスリット後はセンターアウズデーで3号艇4号艇あと5番6番も出ていきますが、1マークインから飛び返して1号艇のトヨタが先前握った、3号艇で刺して2号艇真ん中5号艇が攻めて、あとは4番6番バックスリッチで見事陰線から踏ん張った。1号艇で人気のトヨタケンシロウが抜け出して、さあ2番タンスに3号艇5号艇奇数艇トリオ、後ろ6号艇4号艇2号艇偶数艇並んでいます。なおスタートは正常でした。第2ターンマークトップ早くも抜け出した1号艇人気のトヨタ、2番タンスに5号艇行って追っつけてくる6号艇、さあ足返して3号艇あと4番2番と回ってきますが、2番タンスにはまだ5号艇と3号艇と両者接戦状態が続いています。インコースに3号艇の浜村、アウトコースに5号艇の高畑と3号艇と5号艇両者が2番手争いです。2周目で出したマークトップだけ抜け出した1号艇の豊田、2番手争い3号艇回って外から握った5号艇の高畑茂樹ですが、ここでわずかに3号艇の浜村が2番手で浮上、そして1艇進から2艇進となって5号艇の高畑茂樹、上位の奇数艇が135でその後ろ水が出て4号艇あと2番6番バック中間地点を通過。前艇が第2ターンマークを回りますが、トップで1号艇の豊田健志郎、そして待って3号艇の浜村回って、その後ろが5号艇の高畑が差し返してきまして、さあ届くかどうかですが、ここもわずかに3号艇の浜村が競り勝っています。上位が135あとは426、前艇が最終周回へと入ります。最終周回先頭はぶっちぎって1号艇の豊田健志郎が力強いイン逃げ、道中の2番手争い3号艇の浜村義弘、3番手から攻める5号艇の高畑式ですが、最後のバックステッチ、ここも2番手は3号艇の浜村、上位が1号艇3号艇5号艇で2番手3番手の差、ここで2艇進から3艇進で上位ばらけてまいりまして、あとは水が出て4号艇2号艇6号艇、オッズ2連単は 4.6 倍、3連単ですと 20.2 倍。1号艇の豊田健志郎がここは見事なイン逃げ、2番手は競り勝った3号艇3番手、惜しくも5号艇の高畑、終盤戦第11レース奇数艇トリオで135、まもなくゴール、先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、4番2番ゴールイン、6番がゴールイン、第11レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着5番、以上でございました。ボートレース住之江開催初日予選特別レース。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中で、ちゃんと実践してきた結果ですよ。